中府島車両基地は、兵庫県神戸市中央区に所在する神戸新交通の車両基地である。県車台1区。南公園駅東の位置にあるポートアイランド線唯一の車両基地である。出入湖線2線は中府島駅の2番線へとつながっている。工場と検査場が併設されており、ポートアイランド線に所属する全車両の検査、修繕を行っているため、 ポートアイランド線車両基地とも呼ばれる。出入庫を含む車両基地内での操車は工場、検査場への出入場を除いて自動化されており、操車扱い所で発点、着点を選択して車両の入れ替えを行っているほか、神戸新交通本社ビル内の総合指令所からのリモート操作による操車を行うことも可能。毎年11月上旬頃に、 ポートライナーフェスティバルが開催され、車両基地の一般公開を行っている。車両の全般検査、重要部検査を担当している。延べ床面積は3186平方メートルある。建物内に、加藤式案内機場と台車抜け取り装置を備えた工場船が付設されている。工場内ではそれぞれ偽装職場、空装職場、回転機職場、台車職場、 電送職場等に分けられ、天井走行クレーンが計4機ある。車両の月検査、列車検査を担当している。延べ床面積は3448平方メートルある。建物内には、月検線1本と列検線2本、臨検線1本。建物外には、自動車体洗浄機及び手洗い洗車台を備えた、洗浄線が1本と死槽線が1本。 通常の留置線が5本付設されている。このうち臨検線には、新交通システム特有のタイヤ交換ジャッキや、加藤式案内機場が備えられている。出入庫線の手前にあり、入庫検査、出庫検査を担当している。延べ床面積は1119平方メートルある。建物内には出入庫検査線3本が付設されている。敷地南側にあり、 二両分の作業車個線が二本付設されている。この中に保存車両が保管されている。八0型電車と二0型電車。ありがとうございます。